国の新しい退院基準では、これまで必要だった PCR 検査による陰性の確認が原則不要となり、発症から2週間が経過し、かつ症状が軽くなってから3日過ぎれば、陽性のままでも退院できるようになります。都市部ではないので、その陽性なのに出すって、なんかこう、だいぶ気苦労が。現在、県内では6人が入院していて、無症状の2人がホテルに移っています。この全員が基準を満たすため、近日中に退院する予定ですが、県は今後2週間はなるべく外に出ないよう呼びかける方針です。一方、県境をまたぐ移動について山口知事は、北九州市との往来は引き続き自粛を。首都圏、北海道、関西にはやむを得ない場合を除き、極力自粛を呼びかけています。